俳優、菅田正樹の弟でアーティストのこっちのケントが20日、テレビ朝日系、耳の穴かっぽじって聞け。で、菅田正樹が兄であることの本音を文章で赤裸々に綴った。写真、こっちのケントの兄の菅田正樹芸能人オーラは半端ない今回は家族にスターがいた人の本音として、菅田正樹の弟でアーティストとして活躍するこっちのケントが登場。文章を書いている途中、 めっちゃ泣きました、というほど、本心を赤裸々に綴った文章が番組で読み上げられた。こっちのケントが中学の頃、兄が突然俳優となり、仮面ライダーに登場していた。当時は学校に行くと、もてはやされたし、嬉しかった。ええー、やろ、俺の兄ちゃん仮面ライダーやぞと心の中で思っていた、と言い、鼻高々で過ごしていたところ、調子に乗っていたようで、気がついたらいじめられていました。 ゴミ箱から僕の筆箱が出てきた日から、菅田将暉の弟と言われる怖さを体感するようになった、という。友人からは兄に合わせろ、サインをもらえなどの要求もあり、なんで気楽にお願いできるのか理解できず、面倒に多いので笑顔で知らん顔をするようになったという日々。高校に入学すると、自分が菅田将暉の弟だと知る人も減ったと安心していたが、 教室の後ろからあれが菅田将暉んの弟と言われ、すぐにばれてしまう。その後、エゴさをすると、同じクラスという人が菅田将暉の弟は兄のおふるの弁当箱を使っているという書き込みをしているのを見つけてしまい、その日から兄の顔に泥を塗らないようにと無理に意識するようになってしまった。大学で上京し、兄の部屋に転がり込むも、今度こそ自分自身を生きよう。と決意し、 大好きだった歌に夢中になり大学3年でアカペラの大会で全国優勝する。だが同じ頃、兄も歌手デビューを果たし、ふざけるな、音楽を取られた、という怒りが湧いたことも率直に綴った。その後、就職をするも理想の弟を演じることを意識し、兄の活躍で両親が喜ぶ姿を見て、悩みが悩みを呼び、入社後1年が経った頃、家の玄関で倒れてしまいました。 うつと診断され、会社も退職させていただきました、というどん底状態に。ここで兄の凄さを改めて実感するとともに、綺麗な理想を追いかける、あっちのケント、と、やりたいことしか続かないと気づき始めた、こっちのケント、が生まれつつあったと言い,い、ここから大好きな一人アカペラを YouTube で発信するという、自分がやりたかったことに集中。そこで SNS で話題となった、死ぬな。 が誕生する。今は2位について、僕にとって兄の存在は宝ですと言えるほどに。これに MC のウエストランドの井口博之は、お兄ちゃんを嫌いになってもおかしくない。そこを自分が情けないとだけ思えるのは、しっかり芯があるから、とこっちの剣との文章に感銘を受けていた。